なきに政治を持ち込む日曜新日ざるたまえの雑誌からの直接決定です。皆さん、安倍総理が盛んに北朝鮮の脅威を煽りかけておりますが、なんという愚か者でしょうか。考えてもみてください。第二次安倍政権が発足して以来4年8ヶ月、間もなく丸5年になろうとしております。その間に北朝鮮の脅威が増えるばかりとはどういうことでしょうか。言うまでもありません。安倍総理が全くの丸っきりの外交音痴で、今に至るも有効な対北朝鮮政策を打ち出せないからです。しかるに安倍総理自らの無能ぶりを自らアピールしている。おかしいにも程があります。こんな無知で無能で無責任な人物が日本国総理大臣になっていいのでしょうか。いいわけがありません。日本国が潰れてしまいます。日本を守る手立てはただ一つ、一日も早く一刻も早く安倍総理を辞めさせることです。それでは皆さん、戦後最低無知無能無責任の三無総理安倍晋三をロケンロールでもってしばきまくるフィンガーポインティングソング、安倍チュアイコクロック、せーの。安倍のミスス、安倍チュアイコクロック、共在生で安倍チュアイコクロック、北朝鮮の
の脅威を煽るだけ。外交音痴だべ、試合国ロック戦場にまたがりはしゃぎ回ってる小学生だよ。成長力って感じもかけない男、小学生いただぜ。安倍政治の言葉、政治の言葉じゃないんですね。どんな言葉かと言いますと、安倍政治の言葉は広告の言葉なんです。広告の言葉というのはどういうものかと言いますと、僕は本職がコピーライターなんで骨身に染みて知ってるんですけども、都合の悪いことは一切言わない、でもって都合のいいことだけを思い切り誇張して最大限に美化して言うんです。政治の言葉がそんなインチキなものであっていいはずがありません。皆さん、安倍政治から誠の言葉、真実を取り戻しましょう。憲法なき世界、
らにいてくれよ戦争の目標大行動を轟かせることです。声上げていきましょう。